というのはですね、先ほど私も一緒に司会出てくださいました、はい、ミートショップ伊藤でも勤めております、小さな生きるイングランドでございます。あ、いよいよですね。ね、いよいよ。僕もね、さっきも言いましたけど、お仕事は一緒に働いててね、であとイングランドさんなんか出てるノースウェーブのほっこりとしたラジオっていう MKR っていうラジオに僕もちょいちょい出させてもらってましてですね、こうおしゃべりするところは見てるし、お仕事も一緒にしてるけど、歌うところはね、初めてなんですよ。あ、それ楽しみですね。私も初めてできるので。だからブレーメンがさっきね、もう兄貴って言いながらも友達だって言ってくれるいい先輩なんですよって言ってましたけど、まさにその通りで、僕の仕事中もラジオの時もそういうイベントの時もすっごいいい兄さんで、みんなの兄さんですね。そうそう、だから僕もね、こういう風になりたいなと思うんですけど、まあなかなかね、まあ気持ち悪いって言われてるのちょっと難しいんじゃないかな。気持ち悪い、そんな僕の奥さんに謝ってくれ。奥さんに、あ、今奥さん、奥さんってか嘘ついてるでしょって思ったでしょ。これのフェイクの指輪です。でも先日プロポーズしましてね、彼女が大事なの。何、僕バンドもやっちゃダメ、プロポーズもしちゃダメなの。大非難ですよ、大非難。あ、違う、私好きなのにいいの、次はイングランドです。滑ってますよ。Yeah.
本当ですね。はい、タイアン、サポートタイアンです。今日は、
はい、DJ マコッコ。さあ、今日はね、他は見えません。あ、そうですか。OK です。今日はね、ミートショップに登場ね、20周年のイベントということで、社員自らこうライブするっていうね、はい、こう、奇特なイベントになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。さあ、押したらね、メジャーアーティストに怒られるわー。わーそんなことね、怒る、いいって言ってくれるよ、多分いいって言ってくれるだろうもんね。さすがにこうね、メジャーアフチューに怒られちゃうアフチューおっかないからなそんなことないかもよ本当だとか言えないねもう目見えないのおっかないからさあ、ということでね、最後なんで懐かしの曲をやりましょうだいI'm gonna make it.
スープカレー様の店長山口武志うるさいよ。
わざわざ言う必要があったのか。フルネーム、ロングネーム、ミドルネームみたいな。友達とやる曲です、ちょうだい。休止でなんでね、解散っていう形ではないんで、そうなんですね、またねやると思いますから、まあ当面の間ということで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に
お前らもありがとう。こんなこと言ってすっげえ嬉しいみたいな。そういう一番嬉しかったんだ。ジョブさんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、作業曲です。さっきブレイブにパクられた環境。そうですね。本当ですよ、もう。まあね、最後の最後にこうやられたかった。そうでもまあ俺らのモットーですよね、はい。まあ離れてる場所にいても友達っていうのは必ず大事だよね。友達大事できねえやつはクソだ。そうだね。クソとは言わない。まあうんちですよね。ああ一緒だな。一緒だ。そうか。人を裏切るやつもクソ。そうね。知り合った人間ね、今日会ったら何かの縁だ。大事にしていこう。そうですね。そんないいことを言うから俺は人気あんま出ないんです。嘘くさい。クソとか言うな。嘘くさいです。そうですね。ありがとう。お前かも。なんだっけ、どこのカレー店長の何したっけ。あれカリアのカフェスープカレー様手入れて店長の山根ちゃん。カリアのカフェ、すごい聞いた。そうね。じゃあ今日ね、NKR もっこりとしたラジオっていうね、我々のレギュラーラジオ番組へ、の、リスナーさん、リスナーさんをというかね、イングランドの好きな人たちのことを株主とね、言うことにして、他のことを株主っていうことは使われてますけどね。それの、結構な株主が結構ね、結構揃ってるんだ。ありがとうございます。ラジオはね、続けていきますから、はい、これからもよろしくお願いします。よろしく。せっかくね、何口か買ったんですから。そうですよ。さあ、行きますか。うん。Oh,
ミートショップ伊藤のお仕事でしか同僚ですもんね。そうなんです。それしてないんで CD では聴いてましたけど、ライブのその生で見たの初めてで、こんなにも僕の感想は古い。何だよ。司会もあんだけバリバリやってね、ラジオでもこんだけ喋って面白くて、そんでライブであんなかっこいいことされたら僕もちょっと音楽またやりたくなって。あ、音楽やってたんですか。え、そうなの。もともともうバンドマンですよ。へ、今でもそのバンドマンだって言い張る時があるんで。ああ、いや、本当嘘は大概にした方がいいですよ。まだなんかモテたいって言ってる。ずる抜けだろ。だってモテたってんだろ。ゴミついてるわ。もう少し立場を着替えて。ごめんね、頭にゴミつけてる僕が言うことだから。カリちゃんと用意しようと思うね。ゴミもガーサス。奇跡のゴミ。いやでも本当にかっこよくて、ずるいいとこ持ってこられたなと思います。いやかっこよかった。意外でもなんか最後のライブっていう感が全然なかったね。なかったね、俺ら的にはね。まあでもそれはまた何か次に繋がるってことじゃないですか。そうですね。まあギリギリまでやめへんでいいかなとは思ってましたけどね。繋がられない。いきなりね、インガランドやめへんでってね。ちょっとよぎったけどね。考えちゃうとこが嫌だよね、それはね。後世さんの変化のこと。そこをね。まあでも解散じゃないんで。そうですよね。はい。そう。またやる機会もあると思う。お休みですから。そうです。長い休暇ですから。いやでもみんなあっていいっすね、仲間がいっぱい。いないもんね、友達ね。いないな。でもあれですよね、友達いなそうな顔してますよね。本当に。一日何分ぐらい。それ取らないと思うんですよ。汗かいたからね、ついちゃうんだよ、ゴミ。そうだろうね。分かってるわ、そんな。だってね、帽子触ったらね、別々だったもん。そうだな。帽子触ったらの指が風つまんでる指だったから。汚ねえゴミ。汚ねえゴミを。僕たちはいいんですよ。ドアノブに。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした、本当。もしもよかったよ、しっかりね。いや、本当大爆笑の。大爆笑。あれね、あれ爆笑ってこういうことなのかなっていう。そうですね、辞書に載せてほしいですね。いや、本当ですね、あの盛り合い。盛り合いの司会。盛り合いの司会。カッコネタとか。はいはいはい。爆笑って書いてほしいですね。なんでしんみりしちゃったんですかね。まあ、滑ってたからね。いやいやいや。嘘のインフォメーションだから。いやいや、もうどんどんバンバン笑い出しましょう。いや、本当にもうまた盛り上げた話になっちゃうんですけど、進撃の巨人見たかったな、俺。やる。結局、カッコつけようと思って。なかなかね、進撃の巨人の、あんな真っ赤に塗ったくって、巨人師匠でも、まあ、ほぼディスですからね、巨人師匠の。お客さんって女の子多いんですよね。アフロとかのお客さんと女の子ですよ。わかりま
会社ですって結局しないんですちょっとでもモテたいそれ何なんだねこのカジュアル感変にこれマークこう曲げちゃってねこのねワンポイントもということで今日ね素晴らしいライブを見ていただけたんじゃないかなと思います。あざといんだよずるいよね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はハンドショップとヘビーミートボースヒートミートビートというライブということで、イングランドさんラストライブになりましたけどもすごい花を添えていただけたんじゃないかなと思います。イングランドさんでした。ハロー。